海流一本じゃ。とうとうここまで。堂々としちょるのドラゴンの息子。怖いねこの若さ。今壁の向こうに飛び込んだのエースの弟だ。小僧。お前さんの執念だけは褒めちゃろう。だけどお前にはまだこのステージは早すぎるよ。わしらに勝てるわけないでしょう。あの無鉄砲さ、兄貴にそっくりじゃねえか。オーズ、そこにいろ。おめえの力が必要だ。ウェルセン、ジョズ、切り札だ。おお、全員準備を。広場へ突入するぞ。難しいね。遅いね。麦わらを止めろ。これ以上近づけるな。なんだろう、杯大将。お前のじいさんは恩人だが仕方ねえよな。男一匹選んだ死の道。おのれ、ルフィに手出しは。大将、あれは一番隊隊長マルコ。
つけ！まさか船が。大変です！湾内にコーティング船がもう一隻現れました！しまった！ずっと海底に潜んでたんだ。うちの船が出揃ったと言った覚えはねえぞ。パドルシップです。こちらへ向かって突っ込んでいきます。何？打ち沈めろ、ボビーディックのように。違う、船じゃない、オーズを撃て。え、オーズ？もう遅い、行くぞみんな。わしらの生涯になりかねんぞ。親父！白ひげ、まだ首はあるか、エース。テロよ、息子たち。たちもただじゃすまんぞ。くれやつが。しょうがねえな。アイスボール。あらら、振動は凍らねえな。どうも。アイス。ああ、火山大将。吐きで刺すか。死んだか、浮き地。
ノー、バカ言っちゃいけねえよ。アイスブロックパルチザン、任せるぞ。ダイヤモンド・ジョゼ。かねおお、白ひげの采配にも焼きが回ったね。おめえともあろう男がそんな無謀なだけのゴミクズに先陣を切らすとはね。親父には手出しさせねえ。おお、感心だね。いたっちゃぶる麦わらボーイ、あそこよ、ジンベ。誰だ、どこから声が。それ見たことか。だから言わんこふっちゃなっせ。このひげを撃つ。れやらされたよ。消えてくれるかね。小ザクだけの威勢の塊、若く無様。そういうバカ好きだぜ。命がいらねえやつは前に出ろ。来るぞ、白ひげだ。そう好き勝手暴れてもらっちゃこの島が持たんわい。うららららら、守ってみろ。ルフィ君をよろしく頼むぞ。ジンベエ、あんたは。わしはここを死に場所と決めとる。やわな刀だな。親父に道を作るんだ。こいつらも剣士だが、哀れなり弱き者よ。どけ。
ぬか。わらわはルフィのもとへ行かねばならぬのじゃ。邪魔をするでない。大変だ。またボアハンコックが無差別攻撃を始めたぞ。スレイブアロー。待ってろよい、エース。飛んだ。何をしている。撃ち落とせ。銃が効きません。構わんから撃ち続けろ。こりゃまずいね。行け、マルコ隊長。中将が動いた。最強の番人だ。ジジイ。ラープ、ここを通りたきゃわしを殺していき。名前に踊らされるな、アホンダラ。ただの老兵だ。貴様もその世代なら目の前の敵に気付け。犬神グレン。いちいち町を壊しやがって。守ってみろと言ったろう。エースの処刑を急げ。直ちに代わりの者を呼んでこい。はっ。エース、必ず助けるぞ。待てろエース。諦めんじゃねえぞ。くそ、俺は歪んでる。こんな時に親父が、弟が、仲間たちが血を流して倒れていくのに。最後の頼みだなんて縁起でもないこと言うんじゃな、セベル。俺に、ん、俺は嬉しくて涙が止まらねえ。今になって命が惜しい。バナータ、そんなこと本気で言ってな、ブルナ。オッケー、マグナカゾー。クソったり。夜と忍びは超えられんか、白ひげ。一番恐れていたことが。こんな器具つけて敵の道場でも引けってのか、親父。勝敗は一瞬の隙で決まるんだよね。マルコ。よそ見したろ、今。ジャズ。メイドへの引導、このわしが渡したろうかいの。
り。おい、麦わらボーイ、しつこいようだけど、次倒れたらもう二度とこの世に帰ってこられないと肝に銘じておきな、ギャブル。テンションホルモンは体を騙すだ、ギャブル。ダメージが回復したわけじゃない。俺はもう倒れねえ。ああ、そううまくいかねえか。再生するよね、不死鳥マルコ。おーい、出番だよ。回廊石。そうだね、ジョーズと一緒もやられた。隊長たちまで次々に崩れたな、白ひげ海賊団。離せ、ぐずぐずするな。全員で白ひげの首を取れ。こいつら、これ式で俺を殺せると思ってやがる。助けなんざいらねえよ。ひるむな、やつは手負いだ。みんな、俺に続け。おう。手負いだと。笑わせやがる。この程度で俺が死ぬかよ。この程度で俺が。俺が死ぬこと
それが何を意味するか俺は知ってる。だったらおめえ、息子たちの明るい未来を見届けねえと俺は死ぬわけにはいかねえじゃねえか。何だ？なんだこいつら。白ひげの後ろに構えて白ひげと心中するつもりか。お前らには分からんでええわい。俺たちは親父の誇りを守る。気が利きすぎだアホンダラ。おやじさん。スクワード船長、俺たちもおやじさんのもとへ。船長、どこへ行くんで。お前らは来るな。俺は俺のやり方で落とし前をつけさせてもらう。未来が見たけりゃ今すぐに見せてやるぞ白ひげ。やれ。それを俺が止められねえとでも。いろ白ひげ。やめろ。食の覇気。おいおい、マジか。驚いたね。あの小僧。死ぬけ海軍どもがひよっこ一人に総がかりか。俺の首はどうした。
まず白ひげだ。怪物とはいえこれだけの手負い、何としてもなぎ倒せ。上等。俺たちは親父を支えるぞ。ゆるめろ、ここで。麦わらボーイ、今のうち煙よ。麦わらを逃すな。集まってきやがったな、海兵ども。力押しか。いつまで持つかねえ。親父、親父、くそ、こいつさえ外せれば。親父、その傷でこれ以上の武者は。野郎ども、親父、これより麦わらのルフィを全力で援護しろ。エースの弟？おやじ、今すぐ麦わらを始末しろ。麦わらボーイ、危ない。貴様、白ひげ傘下の海賊、ユキシドーマ。お初にお目にかかる、モモンガ中将。ディカルバン兄弟、お前の相手はこの俺たちだぜ。内境幕外、しばしお相手願おう、ドーベルマン中将。これは我々新世界の海賊は手を貸せ。エースちゃんはすぐそこだ。行くぞ麦わら。傷が癒えていないのに無理させて悪いわね。バナータの力が必要なの。お安い御用です、イワさん、ご心配なく。小僧を切り札に使うとはね、白ひげ。だが行かせないよ。白ひげ、おめえはおとなしく見てな。わしゃ海軍本部中将じゃ。お前が生まれるはるか昔からわしは海賊たちと戦ってきた。ジジイ、こ
ここを通りたくば、わしを殺してでも取れ、麦わらのルフィ。それがお前たちの選んだ道じゃ。くくえ。できねえよ、おじいちゃん。どいてくれ。できねえわ。エースは死ぬだけだ。いやだ。嫌なことなどいくらでも起きる。わしゃ容赦せんぞ。ルフィ、お前を敵と見なせ。たどり着いたぞ、ルフィ。お前ってやつ、エース。ちょっと待った、これを。兄の手錠の鍵じゃ。鍵あるんだ、ルフィ。お前、初めて見た。私から逃げられると思うな。戦後か、怪物。そんなものまで持っていたとはね、麦わらのルフィ。鍵。構えろ。いつでも撃てるように狙いをつけておけ。ああ、ダメだ、鍵が。麦わらのルフィ、お前も死刑に値する大罪人。兄弟ともに私の手で処刑するのみ。なんだ、いきなり気を失ってしまったがね。お、麦わら。お、え、さん、なんでここに。キャー、あれは何かで。おい、さん、壁でエース守れ。ゴムゴム。
と。エーサーまだ死んでないぞ。落ちるかね。鍵をつける。すぐに女王外すのだがね。わかった。キャプテンボギー、アルスツリー兄さんでさ。何、あいつあんなコスプレして何はしゃいでんだ。特に逃げ出せんがなかったのかよ。おお、危険のエースの死刑執行には海軍本部の威信がかかって。麦わらボーイ、まさか。グリーニーさん、三人ともやられた。回廊石の手錠をはめられた危険は生身だ。生きちゃいない。麦わらも間違いなく。爆炎の中に炎のトンネルが。お前は昔からそうさ、ルフィ。俺の言うこともろくに聞かねえで。無茶ばっかりしやがって。よし、よかった。信じられなくて。麦わらもスリーリーさんも。うろたえるな。すぐに追撃を。降り立つところを狙い撃て。気を抜くな、ルフィ。一旦ばらかるぞ。おう、た俺だまで。宴会来ました。気をつけろ。戦えるか、ルフィ。もちろんだ。エースさん、ルフィ君。分かってるな。危険のエースは非ロギアだぞ。お前に助けられる日が来るとは夢にも思わなかった。ありがとう、ルフィ。白ひげのおっさんたちが助けてくれたからな。助かった気になるな。ここがお前らの処刑場だ。弟なんだよ。手出し無用で頼む。危険。いや、セカンド。ソル。ゴムゴムの。悲願。くたばれ。急ぐぞ、ルフィ。とっととここからずらかろう。
なんて息の合いようだ。ホタルビー、左は危険と麦わらを処刑しろ。ゴムゴムのなったな、ルフィ。いつかエースも超えてみせるさ。じゃあ今はまだ俺が守る。明日もねえのにいつかって、こっから逃げられるわけねえじゃねえの。クゾン大将。あいつ、アイスブロック。下がれルフィ。フェザントバック、教官。うちの2番隊隊長だぞ。あのくらい当然。みんな逃げてくれ。この戦場は俺たちが受け負った。あの野郎ども。それだけのことをした。たとえ償いにならなくても、こうでもしなきゃ俺の気持ちが収まらねえ。すまねえお前ら巻き込んじまって。いいんだ船長、気にしないでくれ。俺たちが勝手についてきたんだ。死に場所は自分たちで決める。隊長、俺たちはあんたについていくぜ。すまねえ。エースを連れてみんな逃げろ。進化しらねえ。スクワード。アホが。スクワードのやつ、つまらねえ方法を選びやがって。
おい、この杖を早く外せよい。野郎ども、覚悟はいいか。突撃だ。船を止めやがった。子が親より先に死ぬなんてことがどれほどの親不孝か、てめえには分からねえのか、スクワード。いや、上がるなよ。おめえの人差しぐらいで揺らぐ俺の命じゃねえ。誰にでも寿命ってもんがあら。ここでの目的は果たした。もう俺たちはこの場所に用はねえ。親父さん。親父。よーく聞け、白ひげ海賊団。今から伝えるのは最後の船長命令だ。最後って、ちょっと待ってよ親父。演技でもねえ。そんなもん聞きたくねえよ。一緒に水世界に帰るんだろ。十字架。親父。おめえらと俺はここで別れる。全員必ず生きて無事新世界へ帰還しろ。親父、ここで死ぬ気か。おら、時代の残党だ。新時代に俺の乗り込む船はねえ。行け、野郎ども。白ひげ、超命令だ。行くんだよ。おっさん、親父。振り返るな。時代は変わる。
始まりはあの海。すげえぞこりゃ。おい、何を黄昏れてんだよおめえ。こっち来いよ、お宝がいっぱいだぜ。いいんだよあいつは。いいってお前、この財宝はあいつの手柄。いいんだって、興味がねえんだ財宝にはよ。おかしいぜ、海賊が財宝に興味ねえなんてよ。おめえ一体何が欲しいんだ。おい、幽玄と。長く旅をした。蹴りをつけようぜ海軍。本当に島ごと潰しちまう気だ。船長命令が聞けねえのか。さっさと行け、アホンダラ。今だ、白ひげを撃ち取れ。奴はもう瀕死だ。おやじ、急げ、親父の言う通りにするんだよ。おめえら親父を一人置き去りにして平気なのかよ。そうだそうだバカ野郎、平気なやつなんかここには誰一人いやしねえ。じゃあこの後に及んで死ぬの言うのは、覚悟を決めた親父の顔に泥を塗るようなもんだ。それが分からねえのか。行きましょう。おやじ。我々をよくも騙したな。死ねえ。ま、待つがね。私は逃げたいだけだがね。静かや、帰るんだ。海賊たちを逃すな。一人でも多く撃ち取れ。おめえらの相手はこの俺一人だ。重傷みてえだが、こんなんでくたばる隊長じゃねえ。船長命令です、一緒に。ブレンハイム、与党を運んでくれ。麦わらボーイ、何を釣ったっておっちゃべる。エース行こう、おっさんの覚悟が。分かってる、無駄にはしねえ。お前らバカ！言葉はいらねえぞ。一つ
聞かせろエース。俺が親父でよかったか。まだ立つか。今死ぬには惜しいな小僧。まだ暴れたきゃこの海で俺の名を背負って好きなだけ暴れてみろ。俺の息子になれ。危険のエースを解放して即退散とはとんだ腰抜けの集まりじゃのう、白ひげ海賊団。なに？見え見えの挑発に乗るんじゃねえ。立ち止まったらそれこそ奴の思うツボだ。まあ船長が船長、それも仕方ねえか。白ひげは所詮千の時代の敗北者じゃけ。取り消せよ今の言葉。おいよせエース、立ち止まるな。勝手に言わせときゃいいんだ。あいつ親父をバカにしやがった。エース、取り消せだと？断じて取り消すつもりはない。そりゃそうじゃろうが、お前の父親ゴールドロジャーはグランドラインを制し、さらに自らの死と引き換えに大海賊時代という新たな時代の扉を開いた。海軍のわしが言うのもなんじゃが、まさしく海賊王の名に恥じぬ男だった。それに比べて白ひげはどうじゃ。果たしてそのロジャーとまともに戦う気があったのかどうか。大方安全な場所で大所帯を持ち、お山の大将で満足してたんじゃありゃせんのか。世間では白ひげの名で今もいろんな島の平和を守っちょるとかいうバカどももいるようじゃが、わしに言わせりゃたかが雑魚の海賊ども相手ににらみを利かしたくらいで英雄気取りとは笑わせる。ロジャーが生きてる間もその後陣を拝し続け、死んでも名実ともに王になれずじまい。つまりは永遠にロジャーには勝てん、永遠の敗北者。それが白ひげじゃ、どこに間違いがある。思えば悲しい男じゃのう。親父とゴロツキどもに慕われて、家族まがいの茶番劇で海にのさばり。やめろ。何十年もの間海に君臨するも王にはなれず、何も得ず、しまいには口車に乗った息子という名のバカに刺され、それを守るために死ぬ。実に空虚な人生じゃありゃせんか。やめろ。乗るなエース、戻れ。親父は俺たちに行き場所をくれたんだ。お前に親父の偉大さの何がわかる。人間は正しく生きなけりゃ生きる価値なし。お前らゴロツキどもの海賊なんぞに生きる場所はいらん。やめろ。白ひげは敗北者として死ぬ。ゴミ山の大将にあつらい向きじゃろうが。白ひげはこの時代を作った大海賊だ。俺を救ってくれた人をバカにするんじゃねえ。やめろエース。この時代の名は白ひげだ。白ひげもそれを親父
ちと慕うお前らも結局同じ敗北者じゃけ。最強のルギアじゃ言うて油断しちょれやせんか。お前はただの火、わしは火を焼き尽くすマグマじゃ。わしと貴様の能力は完全に上下関係にある。エース、おいルフィ君、お前さんもう限界じゃ。エースのリブルカード、海賊王ゴールドロジャー、革命家ドラゴン、この二人の息子たちが義兄弟とは恐れ入ったわい。貴様らの血筋はすでに大罪だ。誰を取り逃がそうが貴様ら兄弟だけは絶対に逃がさん。よう見ちょれ。ビブルカード、でもまだ言ってなかったけど、この紙は持ち主の生命力も掲示するのよ。これあんたの大事な人でしょ。ああ、俺のお兄ちゃんだ。そいつを持ってろ、ずっとだ。その紙切れが俺とお前をまた引き合わせる。